はい、今回のテーマとしては試合での対応力を全体的に底上げするおすすめの練習方法について解説をしていきたいと思います。試合になったらやっぱり多少の待ちはあれど前面にボールが飛んでくるんですよね。でそのボールが自分の待っているところに来れば、まあ、それはある程度対応ができると思うんですけど、やっぱり待っていないところにボールが来た時にどれだけしっかりとした姿勢でボールを対応することができるか、これが試合に勝つためには必要不可欠なんですよね。そこで今回は私自身がすごくおすすめしていて全年代の方に行うことのできるおすすめの練習方法について解説をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、今回私が皆様にご紹介をさせていただく練習方法というのはミドル両サイドどっちか、ミドル両サイドどっちかの繰り返しの切り替え練習になってきます。この練習が前面での対応力を上げるために、もってこいなんですよね。ではその練習を行うことによる、メリットについてまずはお話をしていきたいと思います。でそのメリットの一つ目としては、難しいコースに対する、対応力を底上げすることができるということです。やはり卓球において、対応処理が難しいコースというのは、ミドルになってくるんですね。多くの方がフォア、バック、フォア、バックといったコースの処理の練習というのは、多く行うことが多いですし、そこでのランダムの処理の練習というのも比較的多くやっている方が多いかなと思います。やっぱりランダムの練習をやっている時でも相手が意識的にミドルをしっかりつくようなことってよっぽど高い意識を持ってない限りないと思っていて、でそのミドルというところはやっぱり相手に狙われると一番しんどい部分なのに意外と練習をされている方が少ないんですよ。なのでそこを鍛える練習というところがまず一つ目のポイントになってくるんですね。でそのミドルのボールを処理できた、でその次のボールが両サイドに振られた時にやっぱり対応できない方、結構いらっしゃるんですよね。なのでそのボールに対してしっかり足を出して、打つということをこの練習で行っていただければ、コート全体の対応力が上がってくるんですよ。コート全体というのはやっぱりフォアバックだけではなくミドルといったコースもやっぱり含まれてきますの で, でそれ全体を処理することができればある程度相手逆を使えたり思ってもないようなボールが来たとしても、しっかり自分のボールにして返球することができる能力が身についてくると思います。それだけミドルというコースは重要になってくるんですね。でミドルというのも相手が意図的に狙ってくることもあれば無意識に相手が打ってきたボールがミドルに来ることもありますので、難しいコースの処理なんですけど、やっぱり積極的にそこを対応する練習を行ってもらえれば、試合でのボールへの判断、送り返すボールの質というのは大きく変わってくるかなと思います。そして次は、この練習を行う上で、意識していただきたいポイント、注意点について解説をしていきたいと思います。その注意点の一つ目としては、まずは姿勢を崩さずに打球をし続けるということです。ミドルのボールを処理しようと思った時に体の体勢が崩れて傾きながら打っている方ってすごくいらっしゃるんですよ。あまり良くはないですよね。体の姿勢が崩れてしまうとそのボールを返球することができても次送られたボールに対してしっかり対応することって難しくなってきますので、ミドルのボールに対して体が崩れることなく自分のポイントで打球をしてあげる。ただこの時の注意点としては大幅にミドルから距離を取りすぎないということです。ミドルにボールが返ってくると分かっていても初めからボールとの距離を取って待ち構えて打つのはあまり意味がないと思っていて、ミドルに来たボールに対して最低限のボディーワークを使って体が崩れないように返球をする、これが実践に近い練習のポイントかなと思います。実践でミドルに来たボールを待ち構えてそのまま打ち返すことってあまりないと思いますし、やっぱりあえて自分でミドルを狙われた状況を作り出してそのボールに対して自分で適切な体の姿勢を作って返球しに行く、これがすごく大事になってきます。そしてその後の両サイドに振られたボールに対しても片手片足だけで行き過ぎないように、特にフォア側
フォア側のボールに対して右手と右足だけでパッて当てるだけになってしまうと、入れることができても質の高いボールが打てなくなってしまいますので、まあ、ある程度両手両足を合わせてあげて、そこからしっかりスイングして自分のボールにして返球をすること、これがすごく重要になってきます。そうやっていただいた方が意外と次の戻りも早くなってきますので、体勢を崩さない上でもしっかり体全体がその球の場所に移動して戻る、移動して戻るといった形を、取れるように意識をしましょう。むやみに打点を落としすぎないということです。確かに対応できないボールによっては打点を落として取らないといけない時はあるんですけど、やっぱり理想はあまり落としたくないですよね、落とさないか全部の打点をある程度揃えるということ、あるあるとしてはバックの打点はめちゃくちゃ速いのにフォアの打点だけ異常に遅い、これ結構いらっしゃるんですよね。でそれがズレになって試合ではそのボールを合わせることすらできない、そして合わせたボールがチャンスボールになって相手に狙われてしまう、こういった危険性もあるんですね。なのでやはりバックを高い打球点で打っているんだったらフォアも高い打球点で打つ、そしてミドルも高い打球点で打つ、ここは揃えていただいた方がいいですね。またその逆でも構わないです。もう下がるんやったら全部のボールがその打球点ポイントで打てるように自分で調整してあげることが、スムーズな切り替えのポイントにもなってきますので、臨機応変にということもあるんですけど、やっぱり練習においてはある程度高い位置を揃える、自分のポイントを揃えるというところを徹底して行ってもらうことが私は必要かなと思っています。やっぱり自分のプレーのレベルを上げることがこういった練習の目的でもありますので、より素早くボールに対応してより質の高いボールを打てるようにする、そのためのこの練習でありますので、やっぱそこをただボールを返球できればいいやろうといった考えにならないようにしていただきたいですね。そして最後練習の応用編になるんですけど、応用というのはミドルのボールを本当に自分のミドルを狙ってもらうということです。これ相手側の練習のブロックの能力もちょっと問われてしまうんですけど、試合でやられて嫌なミドルというのはコースのミドルではなくて右腰なんですよね。バックを使った後の自分の右腰だったり、フォアを打った後の自分の右腰を練習相手の方に意図的に狙ってもらうようにお願いをして、そこについてもらえればやっぱ処理ってめちゃくちゃ難しいんですよ。一番実践に近いですよね。その詰まるようなコースをどうやって自分で体勢を作って返球できるのか、そこまでやっていただければ、すごくいい練習になりますよね。で加えてミドル両サイドという練習がある程度できるようになってくれれば、ミドルというコースを2回連続ついてもらったり、そういった応用を加えてもらうのもいいですね。これは難易度が跳ね上がってしまうので、本当にできるようになってからでいいんですけど、やっぱミドルを打ったら次は両サイドに来るって決めつけてしまうと、それはそれである程度対応ができてくるんですよ。でそこをあえてもう一回ミドルをついてもらうことで、また自分で体勢を作り直して打たなあかんといった、様々な場面の応用にもなってきますので、自分自身の技術のレベルアップに合わせてこういった応用を加えてもらうことがおすすめかなと思います。ただやはり難しい練習をやりすぎてただ当てて入れるだけになってしまうとそれは元も子もないですので、自分の今できる技術レベルと相談しながら練習を変えてもらうことがいいかなと思います。より実践につながり対応力を向上させることのできるおすすめ練習ですので、皆さんぜひ一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。